去年現役を引退したミスターサガンこと高橋良樹さんが鳥栖市の魅力を幅広く発信する特命応援団長に就任しました高橋良樹さんが就任したのは町の魅力を幅広く伝える鳥栖市特命応援団長です 具体的には高橋さんの SNS などを通じて鳥栖市のイベントや観光情報を発信するほか学校訪問の活動なども積極的に行うとしています高橋さんは現役生活18年のうち16年間をサガン鳥栖でプレーしミスターサガンとしてサポーターから親しまれています鳥栖市の魅力をどんどん発信していきたいと思いますし 鳥栖の皆さんに本当にお世話になったので、また恩返しじゃないですけど、あの僕ができることをこれからどんどんやっていきたいと高橋さんは早速、今月24日に鳥栖市で行われるヤマメの稚魚の放流に参加する予定だということです。